シェルパチャンネル。はい、みなさん、こんにちは。こんにちは。はい、シェルパチャンネルです。えー、まあ、前回。あの、インプットの話と。いうところから、まあ、インプット足りないよねとか、まあ。結局、インプット入れたら、すぐアウトプットになる。っていうような話も、結局、頭の中にどれだけ残るかっていうことが。あの、少し。 あの発想としてこう抜けてしまっていることもあるかなっていう話をしつつ薄倉先生の「の大は小を兼ねる兼ねない」というようなあの比喩がありまして、まあ、ちょっとそこを私は面白いなと思ったので、まあ、前回もかなりあの深掘りしましたけれどももっと掘ってみるか、まあ、ちょっと一回掘ろうとしてみてちょっと引いてくるか分かりませんけども。<laughs> えー 大はしょねっていうのは、まあ、先生方の観点から見ると、もしかしたら私的にはそこまであの間違ってないのかなとも思ってしまうことがあるんですけども、例えば、あのやっぱりたくさんあの当たれば与えるほど、まあ、生徒によっては全部 吸収できたりとかもちろんあのすごい熱心であの復習とかしっかりとすれば、まあ、しっかりとたくさん与えた方がいいんじゃないのかっていうようなあの先生のまあ意見の考え方もあると思うんですけどもこういうまあ生徒のまあ個人差というかこう生徒ごとによってこう教え方もやっぱり違ったりするんじゃないのかなと思うんですけども大が小を兼ねてしまう時もあるのではないのかと思うんですけども。 ね、ありますかね <laughs> <laughs> いやこの話は英語の学習の話はこの「大は小を兼ねる」っていう時に「その大」が頭に触れたら確実にこう残るっていう前提だったらそういう話は進められるけどそれが前提じゃないっていうところがなんか英語学習のまあ難しいところなんじゃないかなっていう。うん だから一回こう触れたら頭に入っちゃうって人がいる,といるかもしれないけどそっちはごくごく少数っていうかそううじゃななない人のの方が普通なのかなって思うんですけどあの前回も鈴木君がちょっと言いかけたけど例えば辞書だったらね例えば5万語しか載ってないのと25万語載ってる辞書だったらそれはあの5万語の方に載ってないやつが25万語に当然載ってるわけですよね。に20万語多いわけだから。 だからその自分の,あのうちに25万語の辞書があった方が何か調べる時はそっちの方が頼りになるっていうのは当たり前ですよね。うん、だけどそれがその要するに大和書を兼ねるっていうのは、えー、とそこにあるつまり体の中に頭の外にあるものはあの例えば資料としては カバー大きく多くカバーしてたものの方が役立つっていうのは当たり前ですけれども実は我々のやってるその外国語を学んで使えるようにってまあ,あ程度問題ですけどもになるよっていうそういう仕事をしてるものにとってはやっぱり結局あの 僕いい資料いっぱい持ってますよとか、えー、参考書10冊ぐらい買ってあるんですとかいうのは実は、まあ、あの可能性としてはそこから行けばいいかもしれないけれども使わない限り、えー、その宝の持ち腐れ頭の中に辞書が入ってるっていう話であればそれは多い方少ないよりは多い方がいいけどそうそう入ってないっていうことが現状だから。 そうだから頭のクローゼットをねこの間のあの,あの,その、えー、と比喩でいけばクローゼットだとしたら例えば頭の中の辞書を頭の中に内蔵されてる辞書がクローゼットだとすればねそうすると今度はあとはあのそれをあの適当な服を持ってくるっていうスピードが今度は重要になってきますよね。 だから例えば聞いてすぐに理解するっていうのはう聞いた瞬間にそのクローゼットの中にビューッとこうなんかと飛んでってそれではいこれでしょってこう持ち出してくれないと困るしそれから喋ったりするときもえっとあれなんだっけって言うんじゃダメでまあこれは日本語でも私なんかも年ですからなしょっちゅうえっとあれがほ出てこないっていうのはあるけどあのこれだとやっぱり言語活動できないんでそうするともう パッと考,えつ考えた瞬間にもう口から出てくるような、そ,うそれは今度はあのクローゼットがあってで、クローゼットの中に服がいっぱいかかっててで、それはいいんだけど、それを探すの大変なのよねってなると、また今度は発表能力っていうのはそんなに高くないということだから、まずとにかく仕入れて、そして頭のクローゼットの中にたくさんいろんなものが、まあ、文法も入らなきゃいけない、それから語彙も入らなきゃいけない。 えー、そういうようなことで、まあ、発音のことも発音の知識も入るでしょうけどそういっぱいいろんなものが、まあ、入ったよ入ったらこの次は、えー、っとすぐに出てくるようにしておいてあげないといけないとかねそういうふうなことになるんだけどなかなか何なでしょうかね入ったか入らないか確かめないでもう出せっていうような授業っていうのもあるしそれから、えー、もう一つはそのスピードを上げてあげるということはあんまりやらないで それで「いや君の僕はね外からでも見えんだよ」とかね「<laughs> 君の頭の中にはたくさん単語が入ってます私は透けて見えます」っていうと人がいたとしてもで本当はそれ事実入ってたとしてもすぐにパッと出るようにならないといけないっていうねそういうことがあるからそういういろんな段階を経てこう使えるようになっていくわけでしょ。 それは事業,業のおかげだっていう場合もあるしそれからもちろん生徒個人個人がいろんな努力をしたとか他の教育機関5学校に通うとかねそれから塾行ったとかいろいろまあ人によって違うけどとにかくその入れる入れたものを使えるようにこうするというようなそういう段階をこうずっと経ていかないといけないだろうと 感じでした、ね、前回のシェルパチャンネルでの最後の方かな「その大は小を兼ねる」っていうのでえと金谷先生が「大は小を兼ねないのはどういう時か」とか英語教育の英語の学習の話をするときに「大は小を兼ねる」っていうでどういうことなんだみたいなのをやってその後ちょっと私も考えてあの今 ちょっとこう今,今までの話、復習があったらでちょっと自分の意見をあの考えをちょっとあの言わせてもらって整理したいんですけど、その例えば制服の話を確か私は出して、大きい服をあげとけば、体の小さい人は別に大きい服なら着られるからっていう,ようなのはありますねと、これは大は小を兼ねるだっていう話をして、なんかそれと、じゃあ英語の学習はその例えではうまくいかないのは何でかなと思ったときに、えっと 服をあげるっていうのは先生が教科書を開いてというか授業を一回しますというのがん、まあ、でしたっけとあげる教材をあげる提示するっていうのが服をあげるっていう例えば行為だとして洋服だったらまあ普段着てるからもらった服は大きかろうが小さかろうが着方わかるからすぐ着れて機能するんだけどじゃあ英語の場合はもらったらすぐに使えるかっていうと。 もらっただけでは使えないっていう点で、やっぱりその制服の台場所を兼ねるっていう、あのその制服の比喩自体とちょっとやっぱり英語の習得っていうのは合致しないんだななんてこといや、それはそうですよ、だって、はい、えと服っていうのはあの、頭の中に入れるものじゃないから。そうですね外そう、うん、着るそうだ,そう、ね、<laughs> だからこ、こ,こうやってやればいいだけの話だから。うんはいはい だから窮屈、えっと、だったらあのこんなちっちゃなお人形さんの服だったら入らないけど、うん、大きければガバーンっつってやれ,やれちゃうからう、ねうん、どうってことないんだけど。 この服をここ入れるんだよっつったら脳を開かないといけないですよ。すね、<laughs> 頭の中のクローゼットに入れるっていう行為はもらってすぐ着る行為とは格段に違いますよね。だからもう格段のところじゃなくて<物>全く全く何の何の関わり合いもないことですよ。うん。だから辞書もらったよっつったらそうですかちょっと重いけど入れてみますねって、うんえー、頭、はい、私の頭のサイズとしてはもうちょっとコンパクトはいいんですけどってそんなことないわけですよ。 やっぱりじゃあ授業でどうやってその上げるだけじゃなくてそのインプットの量って時に頭の中に入った量っていうんですかね。をがどのぐらいかっていう話あ見方をしなきゃいけないというのは前回からあるから。だからなんかちょっと、はい、ちょっとそらおそしい恐ろしい未来,、はい、未来のなんか SF みたいなことを言えば、はい、例えばなんか あの、それこそご、ごいの細胞かなんか知らないけど、そのごい中枢みたいなものをなんかね、注射がなんかキュッとするとですね、そうすると、脳細胞の一部に、こう、それがくっついてですね、あの、ごいになっちゃって、次の日起きたら、あらっていうね、もう、英文見ると全部、あの、知らない単語何もなくなってることは、あったら、 それはあの可能性はゼロじゃないですね、いいことか悪いことか知らないけど、<来>えっと、あ,ありえますね。それでこれあの、ロボットとかそういうんだったら絶対あるもんね。それから今あの、電子辞書なんかでも、うんあのね、例えば中国語は入ってないんだって言うと、あと、うん、で、ね、SSD か、ね、なんかで S D ると、中国語を入ちゃうから、もし。あの 人間,人,人間の頭が電子辞書みたいでスロットがあったりなんかすると <laughs> そうするとあこのあの今スワヒリングは出たんですけどやってみますかみたいな感じで、うん、それであのもう一時的に、ね、2日ほど使ってちょっともうスワヒリがいいからんて言ってじゃあちょっとスペイン語と書いてみようとかそういうふうにならないのよはいそうです、ねうん だからそしたらだってそしたら台和賞を兼ねるかもしれない、うん、あのサイズは小さい方がいいけどこの中に何万語入ってますっていうこれ同じサイズですけど容量が違うのでですから、えー、とどっちにします ?168 ギガにしますかど250にしますかとか,なんか言われたら、うん、250がいいなっていうことになるじゃない、うん、だから要するにこの頭の中のことだから台和賞を兼ねないんですよねうん,うん。うん それから取り込むのもなんかはいもらったはいはい用したという,いうふうにはいかない、うん、で実はあの先生方こういう話すれば何をバカなこと言ってんだと <laughs> ね我々だってそのくらい分かってるやと思うでしょだけど意外とそうじゃなくて、えー、と教えたのにとかって言ってるのはうん,うんといろんな原因があると思うけどもう一つはね結局じゃあそれはあんたの言ってるね 取り込むって話は分かったけどそれいう、うん、これはあの実はえっ、ー、とまあ私も東京学芸大学で教えたし、えー、と薄くらいファーストでしょからこれ実際これ責任があるんだけどそういうことをやってるかどうかっていうとそれはあのなんかねトレーニングしてないよね。 あの教員養成でってことですよね、国<う>を目指す人たちにそういう考え方というか、か考え方じゃなくて、本当にどうするのってことなんですよ。はい、どうやって取り込ませるかっていうそう,そうそうそう、そう、はい、だから多分、中学校の先生も、高校の先生もこの話聞いててね、君ら、そんなこと勝手なこと言ってるけど、うん、あのそれ入れるっていう、そのテクニックとか、そういうものがいっぱいあれや、私たちだってやってるよっていう、そういうふうに思う先生はいらっしゃるんじゃないですかね。うん あとなんか関連してちょっと思うのが、そのいろんなアイデア、取り込ませるためのいろんなアイデアを例えば先生方の研修会で勉強したり、まあ、大学の教員養成の授業でやったりっていうことは、まああのえっと、や,やろうと思えばできるというかや、やれることなんだけど、ちょっと思うのがその、例えば音読をたくさん何回も何回もやることで、というのは取り込める、インテークするのに役に立つんだってことを、例えばどこかで勉強したとしますよね。 あの私がでも私自身がその実体験がなかった時になんかこうそうは言われてもピンとこないっていうかで音読なんてつまんないと私が思っていて自分も音読を使って何か恩恵を被ったって経験がないってなった時にそのなんかそこからそれのブレイクするっていうかっていうような,なんかそ,そ,のそれを納得して自分がやや生徒にやらせてみようと思えるまでのなんかハードルっていうか。 何ですかねそのメンタリティというかだからねあの一、一つはやっぱり実体験を、だから要するに大学でもし、英語の先生を養成するんだったら、実体験をしてもらわなきゃいけないんですよ。それは、ね、こうやるといいのかもしれないよっていうことをいっぱい教わっても、うん、自分はそれやってないからっていうんだけど、やっぱり実体験ほど恐ろしいことはない、恐ろしいといか、はいね、素晴らしいというか、ことはないんで。うん それでよくあるじゃない、あの、なんか、いつか行ったことあるけど、例えば、あの、妊婦さんの体験をするとか、ね、うん、<laughs> あの、これ、旦那の経験 <laughs> というか、よくやるじゃない、その、奥さんがね、どれだけ大変かっていうのをってうんで、うん、お腹になんか、その、なんか、同じ子供さんと同じぐらいの。 エプロンみたいなのをね、こうやってつけて、それでこう歩いてみると、いいね、ちょっとした段差が気になったりとか、もう階段なんかどれだけ大変かとかって分かるとか、要するに行ってみれば、もうあの高校生でも中学生でもないわけだから。 今、中学生何歳とは難しいけど、うん、でも疑似体験はできるから、うんうん、そういうことで、要するにもう今、大学生としたら、中学生と同じような心理状態とか、同じような、その、なんていうか、境遇というか、そういうのを作ることはできないことはないわけですよね。うん、だから、えっと、中学生が感じるほどに難しいものを、今度は大学生が同じぐらい、うん 難しいものっていうのはあの与えてみて、うん、こういう感じになるわけよって言うと分かりやすいかもしれないからだからそれも含めてあのそういうトレーニングができるかどうかってことですよね。うん、そ,うだよねそういうことが多分その実体験をすればその自分が教えてるその生徒の,そのあ頭の中にどのぐらい身についてるのかとかインテークするのにどのぐらい。 大変かみたいなことが自分が実体験で持ってればなんか生徒を見るときもまたなんかこう見えるものが増えるっていうか観察をするときもあのより見えるものが増えるなっていう気はするんですよねだから一回、えっと、皆さんと学,学大大学院じゃなくて学部でやったかもしれないけどもあの中国人の留学生はえ結構いるからねだからあのいきなりそのディレクトメソッドで <laughs> 中国語を教えてみてくれってやったことあった経験しましたかね、うん、じゃあ,あの、年代が違うかもしれないけど、そうすると、例えば知らない人も、もし中国語を全然知らない人にとっては、ディレクトメソッドってどういう感じなのかっていうのが、うん、それわ分かるんだけど、英語でやっちゃうともう英語分かってるから、ある程度分かってて、その先だからね、うんあ、分かる分かるみたいになっちゃうけど、アラビア語でも何でもいいんだけど、 全然知らないものをいきなりこう全部その言語でやられたらどうなるかっていう、そういうようなことをあの十分にやれば少しね、分かるのかもしれない。なんか、あのやっぱり中途半端に知ってると、なかなかその、うん、あ難しいわけですよね。その全然知らない人の心理みたいなものっていうか、どんな気持ちになるものかとか。はい。あのいまあ、この2回あのインプットについて あの考えてみるということでしたけども、うんえー、かなりいろいろな話が出たかと思いますが、来場 <laughs>、えー、今まで、ね、<laughs> 今まで散々話してることのはずなのに、それでもなおまだ盛り上がれるってすごいね。いなんか思ったんだけど、<laughs> 結局このインプットっていうのがそのいわゆる一般的にイメージするその量。 バリエーションの広さでは必ずしもなくって結局繰り返さないと頭に残らないということを考えるとなんだその積算っていうか掛け算という,う意味での,あのインプットって考えるとなんかもう10年前に私たちそんな話もしてたよなと思ってモデルを提案する時にだからやっぱりあのモデルを3つのモデルをあの新しい教科書でもってまた提案してもいいんじゃないかなって 新,新学習指導要領対応のねってことだよね。そうそうで、今度出るじゃない、新しい教科書がはい、はい、あれ使って、まあ、あの3つのモデル自体は、なんか今でも有効かなと思ってて、あのコンセプトは。うんうん、それをなんかやったらどうだろう。 でちょっと今最後ちょっとひらめきました、うん、すごいですね。これはやはりあの2回続けてインプットについてあの話した甲斐がありますね、これは。新しいアイディアも得られるいる <laughs>。なんかほら、定着活動の時間を燃費するためにはってことで提案したものだったけど、究極っていうか、よくよく考えると、いかに頭を残すかっていう、つまりすごく広く言うと、インプット、アウトプットっていうと、インプットどれだけ確実にもう頭の中に入れるかっていう話になって 突き詰めるとそこかなって思って。定、はい。決着活動になりました。じゃあ、うん、あの、もしかしたら、今後、そういった話もしてれば、チャンネルでできるかもしれませんね。はい、というわけで、じゃあ、あの、はい、今回は、えー、この辺でということで、皆さん、どうも、さよなら。はい、さよなら。